代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇も邪悪の化身となったのか、ここに来れば何かわかると思ったんだが、これは教皇の死体。死後何年も経っている。ということは今の教皇はやはり、なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。あんたみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰ると思わぬことだ。ファイト。さっきまで確かに誰もいなかった。一体どこから出てきたんだい。知る必要がない。その既に死んだ。おかしな手応えだね、こいつ。本当にここに存在しているのか。死ぬというのは、さすがにゴールドセイントの相手はきついね。ここで負けるわけにはいかないんだよ。いかに死ねるのに。こっちだよ。なぜシルバーセイントとゼルパーフェクト。ウィナー。覚えときな、表しの爪の恐ろしさをね。バーカ、何を驚いてるんだよ。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらく。こうしちゃいられないよ。この命に変えても聖夜のところへ行かないと。